情が止まんないんだ。止まんない、もうやめろ半端ない、止まんなくなっちゃった半端ないよ、あれは。こんにちは、クライミングチャンネルです今日は、広重ゆき選手にお越しいただきました。どうしたの？よろしく何で緊張してるの？よろしく普段こんなキャラじゃないんですけど何緊張してんの？緊張してません。嘘も下手くそでまあインタビュー企画ということで、インスタグラムのクライミングチャンネルのインスタグラムで、いろんな人にアンケートを取って、いろいろ回答してもらったものをもとにいろんなことを今日はザックからに聞いて答えていただこうと思うんですけど、はい、よろしいですか？はい、いいですか？はい、じゃあまずは自己紹介から広重ゆきです、はい、福井県出身。福井県、福井だけだもんね。そう、福井はしょっちゅう出てるもんね。そうです、はい、1995年も同じだね、同じだね。あやちゃんとも一緒だもんね。あやちゃんとも一緒、95年生まれだ、ね、同い年。何座？伊手座の B 型。伊手座の B 型、乙女座の O 型だっけすげえ対照的だけどね。でも仲いいもんね、よく一緒にいるよね。そう、会話ばっかり。そんなに好きじゃないのかなはい、じゃあいろんなことを早速聞いていきたいと思います。そんな福井県出身の広重選手、クライミングを始めたきっかけは何ですか？まあ、父がずっと趣味でクライミングをやってて、で、まあ、父が家帰ってきて、仕事帰ってきて家いなかったかな、仕事帰ってきて、夜に出かけてく。子供の時にどこ行ってんだろうと思って。不思議だよね、夜な夜なね。どこ行ってんだろう。なったんだけど、そうで、ついていきたいって言ったら、まあ、クライミングに行ってて、おで、その県の施設だからインストラクターとかがいなくて、常駐してないから、じゃ小学校5年生からじゃないと利用ができないっていう風になってて、でも最初に見学したのが小1の時で、でもなんかずっとこうやりたいやりたいと思ってて、うん、4年。え、じゃあ何、4年間待ってたの？待って、待ったんだ。5年生になったもうその瞬間に講習会を受けて始めたっていう感じ。あ、そうなんだ。そう、あ、じゃあね、クライミングを始めたのは小学校5年生の、そう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 、11歳とかそんぐらい。そんぐらい。じゃあクライミング歴で言ったら、まあ12年、3年ぐらい。13年目。13年目か。すごいね、小1の時に始めて、あ、もうこれやりたいって。子供の頃なんで、そんなさ、そんなもん見せられたらさ、うん、やりたいってなると、よく4年も待てたね。木登り感覚と一緒で、うん、なんかもともとそのアウトドアで遊ぶのが好きだったから、そのなんかずっとなんか印象に残ってて、ずっとやりたいやりたいって言い続けてていや、ちょっと想像できる5年生になった瞬間にもすぐ、でもお父さん、なんか夜な夜な出かけていくの不思議だったんだもんね。不審に思って一体どこ行ってるんだろうと思って。じゃあその知る前は何だと思ってたの？予想は立てて何何。いや、そんな、まあ、ちっちゃかったから別に思ってなかったけど、うん、不思議だ。何してるの？不思議だな。そうだね。そう、他の家族はみんな知ってたの？そんなこと知ってたと思う。知ってた、自分だけ知らなかった。教えてくれない家族もあれだけどねひどいね。今はリードとボルダーどっちをメインにやってる？どっちも、どっちも一応やってて、でも練習頻度でいうとボルダリングの方がすごく多くて、でも、まあ、大会とかだとリードで結果を出したいなと。両方大会は出てるんだよね。両方出てはいるけど、なんでボルダリングの方は2年前に初めて BJC 出たから、なんでボルダーばっかりやるの？今がそういう時期だから。まあ、その元々リードでずっとやってて、で、まあ、そのやっぱりグレードとか上がってくると、そのリードの持久力だけじゃ全然ダメになってきて、まあ、今の課題の傾向的にもこう突破力がないと、基礎的なないと、まあ、リードでも勝てなくなってきて、一個一個のムーブがね難しいもんね。 それでボルダリングやらないといけないねってことで。やっぱそうだよね。そうだね、持久力を使わせてくれないような、持久力を使わせてくれないルートがやっぱりテスト的にすごく多くて、ワールドカップとか、まあ結構これから活躍するようになってくるような下の子たちの世代、ユースクライマーとかにこういうヒントになるっていいよね。だからボールが大事よね。そうだね、まあ、すごい
分かってると思うんだけどさボルダーは大丈夫、この子は逆にボルダーから入る子も多いと思うし、うん、むしろそういう子たちはどういうトレーニングしたらいいのかっていうアドバイスある？なんかめっちゃリードで登り込んで、めっちゃリードで登り込んで的確なアドバイスありがとうまあでもそうだね、最近の子たちはボルダーから入ってきてるね。うん、そうかね、結構触れやすいところにボルダーチームがいっぱいあるからね。仲のいい選手っていい、まあ、小野彩ちゃん、小野彩ちゃんそこにいるね小野彩ちゃん、仲いいんだ。仲いい、なんでその仲いいの？結構一緒な時、結構一緒だし、まあ国際大会とかもちっちゃい頃から結構一緒に顔合わせたりして、私が全国大会出るようになった時は本当に彩ちゃんトップで戦ってて、表彰台とか全然なかった。だんだんそれで仲良くなっていって、大会はだんだん追いついてそんなことはないけど、そう、まあ、顔合わせるうちにだんだん仲良くなって、好きなクライマーは、やっぱりキム・ジャインですね。キム・ジャイン、もともとなんか私もリーチがすごくちっちゃくて、高校で一気に伸びたんだけど、それまではすごいちっちゃくて、でなんか動画で検索とかしてて、クライミングチャンネルとか使ってた。そうです、ね。その頃はなかったか。まだなかったね。そう、それで、まあ、父と一緒にこうなんか動画見たりしてて、で、まあ、身長がちっちゃいけどすごくこうなんかスタティックな、本当に力強い登りをする。そう、キレのある動きなの。動きをしてる。機械の。有名だよね。そう、それですごく昔から憧れは持ってて。ワールドカップで初めて会えた時は本当に感動した。でも結構会う機会あるでしょ、もう最近は。最近はそうだよね、もう仲良し。なんでなんで、まだちょっと距離が近づきになれない。近づきになれない。いやいやいや、何をしていますか。強すぎて。強すぎて。まだちょっと。まだちょっと。じゃあそれが目標なんですね、とりあえず。そうだね。お近づきになれ、対等に横に並ぶ。でもいい目標だよね。そう。じゃあいい。肩を並べる、彼女が引退する前にそうだ ね、はい、日常的なトレーニング方法教えてください。ボルダーを結構やってる、ボルダーやってるけど壁以外でも、うん、最近ここ数年は、うん、トレーニングジムに行って補強を、あ、これフィットネスジムの方、そう、もう純粋な筋力を全体的に、うん、なるほど。え、なんかどういう部位を鍛えるとかっていうのは、基本的に私の場合は下半身、下半身、うん、やっぱ上半身寄りのこう上り、もともとリードやってて、結構ガチガチにこう固めて静かに登っていく感じだったから、こう瞬発系のこう足の強さとかがなくて、そうだよね、最近のムーブはやっぱボルダー結構コーディネーションとか、そうだよね、足腰のバランスがこう、ね、大事な時もあるからね、うん、あとやっぱ体幹とかも全然、あ、体幹も弱くて、うん、で足を、まあ、強肩者で残したりとかもやっぱ苦手だった。あ、フィットネスジム行くんだ。結構結構このジム登りに行く前は絶対1時間ぐらいそっちに座って、家の近くにあった、あ、筋トレしてからジムクライミングジムで登って、ジム行ったらもうすぐ登り始めちゃうっていうのが最近、もうアップ済ましてるんだ。アップ済ましてる。あ、なるほどね。なかなか効率的だね。中で、最近のプロクライマーのトレーニングを、人昔前そんなことなかったよね、きっと。なかったし、意識もしてなくて、ね、もう壁の中で全部なんか、うん、アップもやるし、ダウンもやるしって感じだったけど、うん、効果出てきてる。効果はやっぱり相当、うん、これ聞いてよ、なんか嬉しい人は多いと思うよ。あ、そうなんだってなる。全然知らなかったもん、俺だって、うん、そんなことしてるんだ。なんか足残るなとか、うん、すごいこう、なんか周りがよく見える、なんかコーディネーションとかの課題とかも、うん、目の動きが良くなったなとかは感じたり、安定するんだ。安定する。最近はちょくちょくだけど、フィットネスジムとクライミングの壁がこう、なんつうの、併設されてる、両方あるところとかもあるからね、某そうオナミスポーツクラブあるけどね、あの日本のあそことか一緒になってるし、これからもそういうとこ増えてくるかもね。海外のジムとか結構そういうの多いよ。海外のジムはそうね、クライミングジムの中にこう、いろんな器具がある。そうね、日本土地高いからこう制約があるのかもしれないよね、広さ的に。
クライミングだけやってる方が楽しいっちゃ楽しいんだけどね。そうだね、うん、そういうのがネイルとかすんのっていう子は質問。私はでも、まあ、ちょく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 する、うん、登るとき登るとき大会とかは結構絶対塗って、結構剥がれちゃわない。俺ネイルしないから分かんない。剥がれちゃう。剥がれるらしいじゃん。剥がれるからもうすぐ終わっちゃうんだけど、すぐ終わっちゃう、バリバリになっちゃって終わっちゃうんだけど、気分上げたい時とかはやっぱしてると気分上がる。で気分上がる。なんかそのクライミングするときにこう剥がれにくいやつとかっていうのもある。はジェルネイルって言って、ジェルネイルちょっとこう強く強めやったことない。やったことない。やったことないで紹介してるの。いやいいよいいよ。自分で塗ってるだけ。あ、そうなの。なんかこうサロンとか行ってやってもらうわけじゃなくて、うん、あ、自分で塗ってんだ。自分で大変だね。うん、そんなになんかずっとやってるわけじゃないけど、まあ、パッパって決めた。パッパってやって、パッパってやってる。大会の前とかにパッてやって、うん、いつもどこで登ってるの。いつもは、まあセットが変わっちゃうから結構ぐるぐるやっぱりしちゃうんだけど、基本的にはまあ高津のドクッド、ドクッド、おうおうおう、ホームジム、ホームジム、あ、じゃあドクッドに行けば会えるそうです。あんまり押し寄せちゃうと困るけどね。大丈夫です。見に行ってあげてください。はい。ベスト日の過ごし方。ああ。なるべく家からは絶対出るようにしてた。ああ、某尾上さんとは対照的な。私は本当に廃人になっちゃうから、うん、家にいると。なるほど。もうそれ分かってるから。そう、分かってるから。分かっててもやる人はいるけど、私は違う。ダイちゃんとかなんか結構切り替えが上手くて、うん、こう、うまいんだ。うまいんだ。なんかやるときやるし、まあ休むときなって休んで、うん、またこうスイッチすぐ入れ、うん、自分でも入れれる感じがあるけど、うん、私はなんかもうなんかずっとだらだら数日こう、そう、体のモードもこう落ちちゃうから絶対外出て、うん、まあ、カメラが、あ、カメラ好きなんだ。写真撮るんですよ。一人に、一人で、一人で行くの。デートスポットとかも行くから。一人でデートスポットに行くの。そう。で、何撮るの。カップル撮った。あ、そうそうそう。イルミネーションとか、イルミネーション紅葉とか、そう、でっかい公園とか行って、一人でマチャマチャやって。それ一人で行くのが好きなの。写真は結構一人がいい。そうだよね、撮ってる時邪魔されたくないもん。そうだね、もうなんか意味わかんない被写体とかをひたすら撮ってる時とか絶対被写体から気使っちゃうから。確かにね、そうだよね。なんか気使うのも使われるのも嫌だもんね。そうだね。もう一人で一人やめろ。終わり。私だけのオンリーワンな項目、私の強みとかない？ないの？チョコいっぱい食べる。チョコの大食い。甘いものが大好き。甘いもの大好きなんだ。甘いもの食べに行ったりするんだよ。しないわ。しないわ。嘘ついたじゃん。なんかこう食事の量を制限するようになってから、もともと結構塩辛いものが好きだったんだけど、こう甘いもんになんかこう走るようになっちゃって、そっからがね止まんない。もう止まんないんだ。甘いもん、なんかクミとかチョコとかこう袋で買ってコンビニとかでね、普通の人ってこうなんかちょっと一口二個食べて数日こう持たせるとかできるけど、私は買ったら、買って一回開けて食べ出したら絶対全部食べちゃう。なくなる前に食べちゃうんだ。止まらないんだ。そう。なんで止まんない。あ、でも気をつけてるけど、でもなんかこう軽さを求めると、うん、どういうこと。満足感がある。あ、何、あんまりいっぱい食べないように、何、カロリーあんまり取らない。どういう軽さを。軽さ、もうだから質量。お米よりパン。あ、ね、じゃあ体重が重くならないように軽いものを食べる。そう、人だけより人分。バカだね。バカだね。栄養的には良くないかもしれないけど、うん、なんか今日攻めたいとかそういう時はなんか朝なんかご飯と味噌汁食べちゃうと重くなるなみたいな。代わりにチョコに代わりにチョコ食べる。ってなっちゃう、本当に。これが強さの秘訣なのかな。強さの秘訣なんだ。いや、絶対やっちゃいけないと思う。絶対やっちゃいけない。バランスが取れるようになってきた。そのめちゃくちゃもう本当に
日アイスしか食べないとかもあって。一日アイスしか食べない。一日3食アイス。レスト目だけよね。それ確かに私だけだね。やばいよね。3食アイス面白いね。3食アイス面白いよ。甘いの大好き。アイスの仕事来るかも。そうだよ。明治からスポンサーされるかもしれない。やばい、スポンサーがやってるってやばいね。ホームランバーとか。ホームランバー。ホームランバー。岩登り好き？あんまり行けてないけど、好き。好き、うん、そう。ボルダーが好き？どっちも。どっちも。ロープも。好き。リードはやっぱちょっと怖い、まだ怖さもあるけど、まあどっちも楽しい。外岩は最後に行ったのは？最後に行ったのは去年の10月ぐらいか。どこ？水垣に行って。水垣。何だった？そんなにその難しい課題をトライしたわけじゃなくて、あれか撮影か、撮影で、あれかあれか、簡単なやつをこう、円クラで、円クラじゃん。本当はもっと難しいの攻めたりしたい。そうだね。なんかでもあんまりそこまでこうなんかなんだろう、岩に同じとこに通ったりとかをまだした経験がないから、なんかやってみたいな。あ、なんか難しいのとか触って一日だけってなっちゃうと、やっぱなんかいろんな課題触って楽しみたいなっていう思いの方が強くなっちゃって、そこまでなんかこうこれ登りたいって言ってそれを目的にしていくっていうことはあんまりできてないから、まあ今後やっていけたらなと思います。おー、いいね、楽しみだね。楽しみ、きっと見つかるよ。なんかすごいやりたい課題とかすぐ見つかる、すぐ見つかる。難しいのなんていくらでもあるからね、日本と合わせは。水垣だってボルダーもルートもどっちも難しいのいっぱいあるし、マルチピッチだってすごいいっぱいあるんですか。そうだね、もういろいろなんかやっていけたらなと。クラックとかやんない？クラックとかやってみたくない？クラックもなんかできたら楽しいだろうなと思うけど、全くわかんない、全く。クラックってやっぱ登り方すごい特殊だから、すごいレイバックが多かったり、なんかわけわかんないところにジャムして足ねじ込んでみたいな、バランス云々じゃなくてなんかちょっとよくわかんない力の使い方するから。でもなんかそういうのってクライミング、自分のクライミングがの幅が広がるかもしれないから、なんか本当にできなさすぎて楽しみではあるよね。ああ、なるほどね。できなさすぎて楽しみ。そう、なんかじゃあぜひ今度クライミングチャンネル、はい、企画しましょう。はい、はい、次、好きなホールド、好きなホールドは何かある？まあなんかメーカーとかじゃないけど、価値は保持系のこういう握る系のホールドは全般好き。なんで好きなの？価値が気持ちいいの？もともとなんかあんまりこうボリューミーなこう、うん、ホールドが出てきたのって本当に数年、まあここ数年のボテとかも流行りだし、特に福井でやってると、うん、あんまり新しいホールド仕入れてなくて、本当になんかこう、なるほどね、手に収まるような、なんか持ちやすいやつがずっと続いてるような。あ、じゃあもう好きっていうよりかもう結構得意なんだね。そう、もともとなんかその保持ばっかだったから、逆にだからスローパーとかがすごく苦手で、今課題に。スローパーが苦手。スローパーとか抱え込み系、あとワイドピンチとかもすごく苦手で、うん、ワイドピンチとかスローパーとかその抱え込み系とかっていうのはどういうふうなトレーニングをしてるの、うん、そういうのに対して。もうなんか、あんまりこう自分が自分がこうできない課題でこうやっちゃうと、全然こうなんだろう、それに必要な意識とか筋力とか超えたところになっちゃうから、まあできるやつを何回もこうなんか練習でやったりとか、反復練習するんだ。自分のも全然モテないこのスローパーっていうんじゃなくて、似たようなモテるとこからで、だいぶちょっとずつだけど、まあ昔よりかは全然モテるようになってきた。なるほど、反復練習できるホールドで反復練習する。まあ簡単だけど難しいんだよね、それが。手首も結構緩くて、うん、あ、この結構ゴリゴリでっかいのを持っちゃうとこを結構ガクガクしてくる感じ。そういうのどういうふうに対策してるの？頑張ってますあの、すごい知りたい人いっぱいいると思うんだけどなんか結構全身でお腹のとことか、うん、まあ言ったら下半身までこう意識して、なんか全体でこう抱え込むイメージは持つ。じゃあスローパーとかすごい抱え込み系に対してもやっぱそのフィットネストレーニングが重要なんだそう、壁以外のところなんか使ってるチョーク、何のチョーク使ってる？私はループループ使ってる。ループいい。ループと、バンバム、バンバム、フリクションバンバム、
そうそうそう、フリクションラボ、うん、混ぜて使ってる。その配合はどうやって思いついたの？なんか聞いたことがあって、で、あとループが結構だいぶしっとりめだから、うん、それだけだとちょっとなんか手なじみが、あ、結構あれだね、落ちるよね、サラサラしてる、サラサラ落ちていく感じ。しっとりしてない？しっとり、柔らかい感じがするけど、なんかあのサラサラ落ちていくのはフリクションラボのものと思う。あ、そうか、多分ループはめっちゃ残る。そう、ループはだいぶ残る。確かに残ってる、え、結構ぬめりって何？ぬめり手。ぬめり手にはこれがいいんだ。そう、なんかあんまりなんかカサカサしすぎると逆になんか滑るような嫌な感じが私はするからそう、ループでそのしっとりした感じがすごい好きかな。なんかピタってくっつく感じが、ループとバンバン1対1で対応する。ちょっとバンバンが少なめかも。ちょっとバンバン少なめ、ぜひ皆さん試してみてください。ループさん、バンバン2位みたいな。それ何？配合比。配合比。そうそう、ね、計算できる、大丈夫。大丈夫。そうだね。ループ 60%、バムバムを、フリクションラブを 40%。はい、そういうことで。そういうことで。6対4ぐらい。逃げたね。6対4、まあ3対4。7対3。7対3ぐらいで。そんぐらいで混ぜると、雪広重ブレンドになると。はい、そうです。試してみようかな、俺も。ぜひ。いいと思う。まあ、今はどうかな。今はどうだろうね。趣味また変わるかもしれないけど。好きな歌手、好きなアーティスト、芸能人とか。私全然いなくて、それがいない、うん、でも、ウーバーワールドは昔から聞いてる。あー、ウーバーワールド、そんぐらい。テレビあんま見ないの？そんぐらい、テレビ全然見ない。え、いつも家で何してんの？いつも家で帰って寝てるだけ。もう寝るだけの場所なの？そうだね、お風呂入ってるか、食べてるか食べてるか寝てるか、何もない。何もないんだ。なんか20代女子としてはあんまり。そう、枯れてるからさ。枯れてるね、枯れてる。はい、次。ちょくちょくこれ挟んだから。今までその代表の大会とかで転戦する中で、ここはすごいいい場所だったとか、将来住んでみたくなったとかっていう場所ある？景色も純粋になんか、場所で言ったらスイスがすごい。スイス。よかったな。スイスの景色がいい。景色がめっちゃ良くて、住みたいなって。住みたいな。物価高くないの？物価は高い。高い。そう。あ、だからそれがネックかなっていう感じ。そこだけがネックなんだ。美味しいの？食べ物は？食べ物ヨーロッパって感じ。ヨーロッパって感じ。あんま好きじゃない。いや別に嫌いではないけど、やっぱ日本食。日本食とか日本料理とか売ってる店あるの？そこら辺。あるの、まあ、日本食料理、和食屋さんある、和食屋さんもある、世界中どこでもある。そう、スイスか、スイスとか、そういう大会とかで行くってなると結構1週間とか行く。そうだね、1週間ぐらい。その間ずっと日本食食べてるわけじゃないでしょ？あ、もう全然現地のご飯、現地のご飯。普段そういう大会の時とかって何食べる？チョコの話が出てる。チョコの話。パスタピザで作るんでしょ？お肉。いや、まあ普通にワールドカップ、うん、もう一戦単発で行くんだったらもう自分たちで作ったりつつ食べに行く。自分たちでって言って。いや、食べに行くのはもちろん自分たちだから。緊張してるからさ。緊張してるの？まだ緊張してる。食べに行くのね。スイスチョコ美味しい？スイス、あのムースが入ってたチョコがあって半端ない。止まんなくなっちゃった。半端ないよ、あれは。半端ない。すごいでっかいんだけど、うん、8個しかなくて、で、なんかちょっとこう膨らんでるって。中にチョコムースが、中にチョコムースが入ってる。もう1個の、ね、そう、1個のこのくらいあるんだけど、このくらいムースがもうたっぷり入ってる板チョコがある。板チョコなんですよ。それが止まんないんだ。止まんない、もう1日で食べちゃったから。それ日本で売ってないの？日本ではない。全然ないんだ。じゃあちょっと今度買ってきてよ。はい。買ってきて買って。ちょっとすげえなんかそういう今腹減っちゃったから。はい。じゃあそうだな。海外の遠征で楽しいこととか
辛いこととかっていうのはあるの？楽しいこと、そうだな、基本楽しい、基本楽しい、やっぱこう関東いてもなかなか会えない人とか、普段の練習とかでなかなかこうなんか会わない人とかもいるから、やっぱそういうメンバーとこう集まれるっていうのが楽しいし、大会の雰囲気とかもいいなと思って。海外選手とかもそうだよね、日本にいないもんね、そうそうそうですね、そうだよね、それこそキングジャイアンとか来るもんね、嬉しいよね、嬉しい後ろ姿見れただけで満足大好きだねじゃあ逆に辛いこととかある、海外遠征とか。辛いっていうか、その別になんか嫌ではないけど、基本なんか昔から一人でいることが多くて、そうだからなんか一人の時間はやっぱ減るから、あんまりなんか落ち着いてる感じはないか、ずっとなんかふわふわしてる感じはまだあって、それが大会にどう影響してるかとかは分からないけど、なんかそうほっとする時間はなくなるから、ほうほうほう、ずっと緊張して、まあ大会だからしょうがない、そうだよね、疲れちゃうよね、そうだね、結構感覚狭いよね、その1月に2回ぐらいなんかワールドカップとかある、あるよ、全然ある、そういう時とかも1回日本に帰ってきたりしないで、もそのまま現地から現地にとかっていう方してるんだっけ、まあ、ヨーロッパとかで、まあ、去年とかはもう毎週末ヨーロッパでずっとあったから、もう1ヶ月丸々、ああもうずっと向こうにあっちにいて日本帰ってこないね、で、ああそれはずっと緊張しっぱなしで辛いね、そうだね、もうブクブク太って、そこが美味しいチョコいっぱい食べちゃうから、本当に堕落したなんかこうやっぱ調整に全部なっちゃうし、ジム行っても、毎週末だから、やっぱこうトレーニングとかもできなくなるし、まあ、徐々に当たり前なんだけども、いろいろしていくから治療も固まってきて、結構最後の方とかきつかった。そういう調整って何をしてるんでしょう、お手前の調整、なんかいつもは結構、まあ、一緒に登ってるあやちゃんとかも結構長時間こうガーってずっと登ってる感じだから、なんか日本にいる時はもうなんか出し切るまでこう登っちゃうけど、出し切るまで登っちゃう、調整とかだともうなんか、まあ、バシッと疲れたってなる前にも切り上げる、違いはほとんどそこだけなんだけど、調整とそのいつも日常的にやってるトレーニングとの違い、疲れる前に切り上げる、なんか特別こういう動きをやるとか、そういうなんかこれやっぱ考えて、こういうのこういう課題出そうだから、こういうコーディネーションやっとくとかっていうのをやる、その経験がやっぱさないから、その草コンペとか出る前でも調整したいクライマーってなんかこういろいろいると思うんだよ、いっぱいそういう人たち調整の仕方とかあんまり分かんないと思う、そういう人たちに対してどういう風にアドバイスできる、調整、直線、直線は無理しない方がいい、直線は無理しない方がいいでも一応登るには登る、登るけどもうどうにもできないから、本当に体のこう、まあ、基本的なこう動きがキレを上げたりとか、なるほど、そこだけかな、完全に休みすぎない方がいい、その3日空けるとかはやめた方がいい、やめた方がいいけど、コンペ前日って休んでる、基本絶対休んでる、絶対もう登んない、絶対登んない、その前前日、2日前は2日開ける時もあれば1日開ける、ああまあその連戦のその続き具合とかで決めたりする、でもまあ前日は絶対に開ける、前日は絶対開ける、なるほどなるほど、そうか、その人によるだろうね、それは、クライミングがつまらなくなることはない、つまらなくなることはない、ないないないか、ずっと面白い、もうモチベーションずっと上がったまま、あやちゃんと一緒だねそれモチベーションはそうだな、その競技に対するモチベーションは結構上下あるか、勝てる時、勝てない時、勝てない時、そう、結果が出る出ないもあるし、まあそれがでかいかな、まあ、この不調が、結果が出ない時期がこう続いたりするとやっぱりなんかこう、もんもんとしちゃう感じ、まあ、でもクライミングのその動作自体、そのスポーツとしては大好き、大好き、そう、単純にこう登るってことに関してはずっとモチベーションは高い、おー、いいね、俺昔サッカーやってたんだけど、サッカー動作嫌いだったんで、ボール蹴るのそんな好きじゃなかったんで、それもやばいじゃん、そうだ、まず人と当たるスポーツ嫌いだったし痛いし、
ずっとフォワードでずっと走らされてた。ワントップとかやってたんだけど、これ大っ嫌いだったんだよね。そう、駒にさえるか、ね、ずーっとだってさ、絶対に追いつかないディフェンダーのパス回しにずーっとついてくる。俺は一体何をしてるんだろうね。まあ、そんなことされたらもう突然サッカーやめるわ、そんなんってさ。そう、でもクライミングに目覚めたんだ。あ、そうなんだ。そうだ、クライミングってやっぱそう、なんか楽しいんだよね、動作が。こう、バーンやって、足バーン切れて、で、戻って、みたいな、なんかそういうの。そう、かっこいいんだよね、自分でやってて分かる。そう。なんかしかも、あれだよね、決まった、もう完全に一緒の名前をやるってことがないから。そうね。すごく複雑、まあ、楽しいけど難しいスポーツだと、なんか要求されることが多すぎて。なるほどね。そうね、クライミングの楽しさってやっぱそういうところにある。そうだと思う。やっぱなんかこうチャレンジャーというか新しいことが好きな人は、うん、特にボルダリングが今すごいハマるんじゃない、うん、終わりがないよ。終わりがないね。人によってこう強み弱みが身体的な特徴で出るからね。大きい人が一概にこう強いとは言えない。その課題によってはその狭すぎちゃうし、ちっちゃい人でもちっちゃいところ入れるし、ハイスタンスとか上がんない、上がるとか身長によっても違うし、なんかだからやっぱり穴のないバランスのいい選手が今トップにいるかなっていう感じです。それ誰？ヤンヤとか。あ、ヤンヤはもう本当にバランスがよく取れてるだと思うから。うん、恵まれたって。ボルダーもリードもどっちも。そうだよね、強いし。なるほど、やっぱこれだからクライミングは。これだからクライミング。じゃあ今後の最後に今後の意気込みを。今後の意気込みはキルジャイの近づきになる。まあできる限り競技は続けて、いい結果を出せるように。目標は。目標か。なんでそんな嫌な顔するの。リードで決勝に残る。ワールドカップリードでワールドカップ決勝に残る。じゃあ残ってください。みんな信じて。はい、頑張って。はい、でじゃ あの次回この人にこういうの聞きたいとか、インタビューしてほしいとかっていうのは、まあ、小竹芽衣ちゃん、小竹芽衣選手にインタビューしてみたいと、はい、インタビューしてほしいと。してほしい。ではぜひ小竹芽衣選手よろしくお願いします。してくれるかどうかわかんないけど、めっちゃ断られるかもしれないけど。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、またそのうちインタビューするかもしれない。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしく。はい。